はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は、なぜです？考えてみてくださいと。これ、まあ、私、秒でできたんですけども、よくよく考えると、ああ、別の筋もあるのかなと。っていうのは、まあ、一応、こういう縦の一間竜狙われてもないわけじゃないんですね。これ、なんか合駒打ってくれれば、それは本当に縦の一間竜が実現するんですけども、まあ、これはもちろん、合駒打つんじゃなくて、移動外かなんかされちゃったら逃げ場ができちゃって全然ダメなんで、まあ一応一瞬も考えなかったんですけど、まあ完全全然ないわけじゃないのかなと。まあここはもうとりあえずで、ましてやこんなったら全然意味がないんで、もうここは桂打つと。これ取ってくれれば早く済みますね。 この銀打って2枚並べていけばいいだけなんで、なんでこれは取らずに、まあ上逃げて頑張るんですけど、まあここで決め手は竜のラインに呼び込む。これ逃げ場はないんで、同玉の一手。で、ここで、まあ、飽きようとすれば、合駒するしかないですね。逃げ場がないんで、合駒。まあ、移動合も意味がなくて、まあ、別に打っても同じ話で、最後は、2五に銀打てば積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、初手が2四桂、1三玉、1四銀、同じく玉、1二桂成、2四合駒、2五銀までの7手詰めとなります。では以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。